皆さんこんにちは。パワフル新聞のお時間です。本日は、中日ドラゴンズで大活躍をし、球界を代表する選手となった、一人の人生を特集します。2021年12月、プロ野球選手を目指す野球人にとって、運命の一日。今年の甲子園で大活躍を果たし、一躍時の人となったある選手の指名がどうなるのか全国民が注目していた。各球団の指名が進んでいく。そんな中、第3巡選択希望選手、中日、内田晋也、内野手、東海中京高校。中日の3位指名の選手、その男の名は内田晋也。愛知の強豪東海中京高校の4番打者。今年の甲子園で23打数15安打3ホームランの大活躍を果たした右打ちの大砲。甲子園での実績もある強打者である彼が、なぜ3位まで指名されなかったのか、そこには深い理由があったのです。時を遡ること数ヶ月、内田は甲子園のマウンドに立っていた。キレのある速球は、マックス156キロを誇り、世代ナンバーワン投手として注目されていました。しかも甲子園では決勝まで35回を投げて防御率 1.28 の好成績。しかし、甲子園決勝、9回のマウンド、彼の投じた甲子園での562球目。優勝を決めた、そのマウンドに、内田の姿はなかった。562球目を投げた際、彼の肩に異変が起こり、その場に倒れ込み、病院へ運び込まれたのです。病院での診断結果は、内田にとってとても辛いものだった。右肩は二度と治らない。手術をしても、投球することは不可能。長い夏が終わった東海中京高校。新チームの練習が始まっているグラウンドに、内田の姿があった。甲子園が終わり、内田は何件もの病院で診察を受けたが、どこの病院でも結果は変わらなかった。周囲の大人たちは、手術をし、大学4年間で怪我を治し、早急への負担が少ない一塁手として、プロの世界に入るようアドバイスを送った。実際に、数多くの大学から、怪我をしている内田に対して、特待生としての勧誘もあった。しかし、右肩の手術を終えた内田の心はすでに決まっていた。彼は周囲の反対を押し切り、プロ志望届を提出することにした。右肩の怪我でスローイングが全くできない点、右肩の怪我によるバッティングへの影響が見込まれる点から、内田は大学に進学し、怪我を治してからプロを目指す。すでに進学先は決定していると各球団スカウトは聞いており、内田の調査をやめていたため、この内田のプロ志望届提出によって各球団スカウトからの注目度が再度高まった。各球団が視察をしにグラウンドに行くと、内田は木製バットで快音を響かせていた。内田に話を聞くと、右肩の怪我の治りが良く、バッティングに関しては全く問題がないことが分かった。しかし、早球は今後もできない可能性が高いとのことだった。それを聞いた各球団スカウトの評価は、バッティングに光るものがあるのは周知の事実。ただ、ボールが投げられない選手は野手としても指名することはできない、と厳しいものだった。内田はその記事を読み、もうプロは無理なのか、大学で適当に野球をやって終わりなのかと落ち込んでいたところ、あるものが太目に入る。それは、弟の左利き用グローブだった。それを見た瞬間、彼はわずかな光を見た。左投げへの転向である。内田は、実は箸、ペンを左手で使う、左利きであり、子供の頃、兄のお下がりのグラブが右利き用であったため、自然と右投げになっただけであり、左でも投げることができるのではと思ったのである。内田は、すぐに左利き用グローブを持ち、グラウンドに走った。しかし、そんなに現実は甘くなく、うまくボールを投げることはできなかった。ただ、ボールを投げることができない右腕より、希望が見えたのである。内田は、左投げ転向への覚悟を決め、毎日、
左でボールを投げる練習を繰り返した。そして、ドラフト当日、地元の中日ドラゴンズが、彼を3位で指名したのである。後に中日スカウトは、右の大砲であり、地元の甲子園のスター。バッティングに怪我の影響はなく、そのセンスから、左投げへの転向も可能だと練習を見た瞬間分かった。だから指名した、と語った。そして、プロ1年目、1年目から内田は全試合出場を果たす。チームの外野手の穴を埋めるため、ビシエドを外野にコンバートさせ、若手を抜擢する与田采配により、8番ファーストとして活躍を果たす。打率は、2割4分6厘と低いが、勝負どころでの1本でチームを勝利へ導く、打点を多く上げ、甲子園で見せた打撃のセンスをプロでも発揮した。守備は、守れるが、まだまだ送球によるミスが多く、課題が残った。2年目、内田は、ゴールデングラブ賞を獲得した。2年前までボールも投げられなかった僕が、ゴールデングラブ賞を取れるなんて夢のようだ。この2年間努力した甲斐があった、と語った。打撃面でも、勝負強いバッティングを期待され、3番打者として定着する。チームとしては、2年連続最下位であり、内田は期待の新人ではあるが、一塁手としては、まだまだ打撃に不満が残る、本塁打が打てる助っ人を獲得して、一塁手として使った方が良いと、一部のファンによって、助っ人待望論が展開された。3年目、4番打者として、初の首位打者のタイトルを獲得する。本塁打数は21本と、シーズン前半の足の怪我による欠場がなければ、あと4本は打ててたのではと、本人は語った。4番で首位打者という素晴らしい結果を残したこともあり、昨年あった助っ人獲得論はいつの間にか消え、龍の秘宝、安打製造機としての一歩目を踏み出した。4年目、昨年度首位打者の内田は、プロの壁にぶち当たる。ベストナインを初受賞するものの、打率は2割5分はチリンと下がり、勝負強かった打撃も影を潜めた。打順も6番へと降格し、初の挫折を味わう。原因は、古傷である右肩であり、フォームに知らずのうちに影響が出ていたとのこと。5年目、右肩の古傷の影響を減らすため、ウェイトトレーニングを中心とした練習メニューを増やしたことにより、パワーがつき、今まで塁間の送球で精一杯だった送球にも改善が見られた。打撃成績としては、6番打者としてまずまずの成績ではあったものの、この打撃が続くようであれば、一塁手の助っ人を獲得した方が良いのではと助っ人獲得論が再燃した。6年目、内田は3番打者として大活躍を果たす。自己新記録の27本塁打を放ち、打点も97を稼ぎ、勝負強さも取り戻した。昨年、打撃の調子がなかなか上がらない中、取り組めんでいたウェイトトレーニングの効果が出てきたのである。来年度は3割30本100打点を目標に掲げ、4番打者としてチームに信頼される選手になりたいと語った。7年目、内田は4番打者として驚異の働きを見せる。2度目となる首位打者に加え、最多安打、最高出塁率を獲得する。昨年度目標としていた3割30本100打点のうち、本塁打については未達となったが、驚異の打率を残した。また、1000本安打を歴代2位の24歳10ヶ月で達成し、歴代安打記録の更新を期待される選手となった。8年目、内田は、昨年と同様、打率、打点ともに素晴らしい結果を残す。本塁打数は伸び悩んだが、つなぎの4番打者として活躍を果たし、チームを日本一に導く。本人は、本塁打数に納得がいっておらず、来年度は自己最多となる30本塁打を目標とすることとした。9年目、4番打者としては、物足りない成績となった。本塁打を増やそうとするあまり打撃フォームを崩した。しかし、打率は3割をなんとかキープし、面目を保った。シーズンは優勝するものの、内田の不調もあり、クライマックスシリーズで敗退し、連覇はならなかった。10年目、4番としては少し、
物足りなさを感じる成績ではあるが、チームを勝たせることができる打者として、チームを3年連続優勝に導く。今年度は打球の質が変わり、高弾道のフライが増え、あと数センチで本塁打という打球が増え、ここに来てアーティストとしての才能の目が見え始める。11年目、内田は球界の至宝となる。キャリアハイである、打率、本塁打数、打点を叩き出し、200本安打を達成した。タイトルとしては、首位打者、打点王、最多安打、最高出塁率を獲得する。MVP も受賞し、選手としてのステージが上がった。本人としては、初の30本塁打を打ったことも嬉しいが、2度目のゴールデングラブ賞を受賞したことが一番嬉しかったとのこと。2年目に獲得したゴールデングラブ賞は、左利きに転向してしっかり守れてる、感動的、という話題性で獲得したものであり、今回は、実力で獲得した初めてのゴールデングラブ賞だから。とのこと。12年目、2年連続30本塁打を達成し、打点王も2年連続で獲得した。また、2000本安打まであと57本とした。13年目、2000本安打を達成する。1000本安打と同じく史上2人目の速さ、30歳9ヶ月で達成した。しかし、7年ぶりに打率が3割を割り、最終成績は、2割6分はチリンと苦しんだ。特に2000本安打を目の前にした5月は、本来の打撃を崩し、月間打率、1割4分4厘と苦しんだ。達成直後には、プレッシャーへの苦悩を語った。イチローさんの次の速さで記録を達成できてとても感激です。ただ、達成を間近にしてここまで苦しむとは思っていませんでした。毎日夜も眠れませんでした。でもこれで今日からゆっくり眠れます。と語った。14年目、2度目の日本一となる。打率は3割2分2厘ではあるものの、選球眼を生かしたお散歩フォアボールで高い出塁率を誇り、最高出塁率を獲得した。中日はシーズンは強いものの、ここ数年間クライマックスシリーズ突破に苦しんでいた。ただ、今年は久々に日本シリーズ出場を果たし、4連勝で日本一に輝いた。内田は短期決戦に弱いというレッテルを貼り続けられていたが、今年は CS、日本シリーズともに大活躍を果たした。15年目、2連覇を達成する。また、自身2度目の MVP も獲得する。シーズンを終えてすぐ。もうこれ以上この国では、やることがないかもしれない。今更だけど、MLB にも興味がある。とメディアで発言し、国内外の注目を浴びた。しかし結果として、MLB 移籍の話はすぐに消えた。いろいろ調べたけど、僕はやっぱり味噌煮込みや、手羽先がないと生きていけない。食べ物が人生で一番大事。一生名古屋で人生を送る。と地元への愛を語り、中日ファンは安堵した。16年目、内田は自身初の40本塁打を放つ。まだまだ自分は成長できるということを感じることができた。34歳という年齢になってきているが、まだ僕は進化できる、と語った。17年目、3度目の MVP を獲得し、年俸は6億5000万円となった。こんなおじさんにこのような契約をしていただいてありがたい。ただ、自分自身衰えを日々感じており、この年俸に恥じないように練習を引き続けていきたい。18年目、衰えが始まった。本塁打数が11本まで落ち込み、11年間守り続けていた4番打者も外れた。しかし、高い技術力、勝負強い打撃は健在であり、まだまだ頼りになる打者としてチームに必要であることには変わらなかった。19年目、内田はシーズン序盤で3000本安打を達成した。その勢いは衰えることがなく、8月には歴代1位の3085本を抜かした。しかしパワーが落ち、18年連続記録していた2桁本塁打記録が途絶えた。ただ、本塁打数は減ったものの、打撃への考え方を変え、ベテランらしい流し打ちの打球が増えた。20年目、シーズン序盤、
チーム成績が上がらない中、内田は久々に4番に座り、最終的にシーズンを通し4番打者として活躍した。21年目、39歳になるものの、6番打者としてフル出場を果たし、打率3割1厘を記録した。打点数は少ないものの、ここ1番での打撃は相変わらずであった。22年目、球団は一塁の助っ人を獲得した。シーズン序盤、内田は控えに回ったものの、獲得した助っ人が結果を残すことができず、途中から内田がレギュラーとして返り咲き、打率3割7厘と活躍した。通算出場試合数も3085となり、歴代1位の3021試合の記録を抜かした。肩を怪我してから22年、毎日しっかりと体のケアを続けた結果、この記録を達成することができた。おじさんの星としてまだまだ頑張りたい。ただ、もう体は限界が来ているので、来年で引退しようと思っている。と突然宣言をした。ファンからは、まだ3割を打てる力は残っているのだから、代打でも良いので、まだまだやめないでほしいとの声が多く上がった。23年目、ラストシーズン。やはり、体に限界が来ていたのか、過去最低の2割1分2厘を記録した。ただ、引退試合では、本塁打を放ち、ファンを沸かせた。右肩を怪我した時は、人生終わったと思った。だけど、練習をして左投げに転向して、多くの記録を作ることができた。あの時の怪我がなければ、今の僕はいない。皆さんも、生きていく中で、辛い、もう無理だと思うことはいっぱいあると思う。だけど、そんな時は、見方や考え方を変えてみてほしい。人生、諦めなければ何でも叶うとは、僕も思っていないが、考え方、見方を変えてみるだけで、景色が変わることもある。経験は人生の財産になるので、すべての経験を無駄にせず、人生を豊かにしていってほしい。皆さん、これからも人間、内田晋也の応援をお願いします。怪我をしても、不屈の闘志で立ち上がり、数多くの記録を残した中日ドラゴンズのスター、内田晋也物語でした。